へようこそ。気をつけてな。行くわよ。腕が鳴るわ。気になるわね。ロアールは噂話とかオカルトとか信じないと思ってたけど。オカルトはどうでもいいけれど、迷惑がってるプレイヤーもいるみたいだし、それは気になるわね。もしは私も気になりますが、今はクエスト対象のモンスターを倒しに行きますわよ。敵は任せたわ。行くよ。終わり。
一度の戦闘で入手できたけど、確実に落ちる素材だったのかしら。何にしても無事手に入ってよかったわ。ギルドへ報告しに戻るのもいいですし、このまま一気にクエストを進めるのもありですわね。お任せしますわ。最初に訂正した意味がなくないか。現実の姿と似せる必要がどこにある。ここは仮想世界なんだ。まあ髪型とかはちょっと面影あるけど、本物はもっと胸も大きいし。でもいっつも男の子みたいな格好なのはアバターと似てるかな。カズコが可愛い服着たら似合うと思うんだけどな。この姿は僕の理想なんだ。放っておいてくれたまえ。世の中には胸が足りなくて悲しんでる人だっているっていうのに。贅沢なんだから。くしゃ。どこかで誰かが私の活躍でも噂しているのかしら。負けちゃったとしても町に戻るだけだから、そんなに心配しなくても大丈夫だって。町でも死神の噂は広がっているようですわね。遭遇した時には力を合わせて戦いましょう。見つけたわ。このモンスターを倒すと浄化の矢の素材が一つ手に入るんですね。その通り。早速倒すべきだよ。よし行くわよ。この程度ですね。すごい。この位置で。それ。火の力。火の力。この位置で。こういう風に。
ルドに報告よ。戻ったらアイテムも少し整理しましょう。さ、メンテメンテっと。お疲れさん。よし、素材全部ゲットっと。あとは浄化の矢を作ってもらえばいいだけだね。死神さんはちょっと気になるけど、まずはストーリーだよね。ネプテューヌにしてはまともなこと言うじゃない。それじゃあまずはアイテムを調合しましょう。その間にメンテも終わるかもしれないわ。コンパに頼むのが一番いいかしらね。そうですわね。パーティー内に調合ができる方はいないですし、こういう時は街で誰かに頼んでみるのもネトゲの醍醐味ですわ。時にはチャレンジしてみるのもありだな。気をつけてな。あ、ネプネプじゃないですか。いらっしゃいませです。あら、ネプコ、ストーリーの攻略は順調？今は順調かどうか怪しいかも。なんかもういろんなことが起こりまくって大変だったんだよ。なるほどね。次のボスがいるマップが緊急メンテの対象になってると。まあその間に浄化の矢の素材を集めてたからいっちゃいいんだけどね。で、これがアイテムの素材なんだけど。調合でしたら私に任せろです。皆さんがストーリーを進めている間、私の調合スキルもいっぱいレベルアップしたですよ。素材を預かって。あらら、このアイテム調合のレベルがすっごく高いみたいです。でも誰かにお手伝いしてもらえたら成功する確率がグーンと上がると思うです。調合のお手伝い？やるやる、やってみたい。じゃあネプネプ、よろしくお願いしますです。私が順番に材料を入れるのでゆっくり混ぜてくださいね。了解。混ぜれば混ぜるほど色が変わって、てれってれ。あー、調合大成功です。さすがネプネプのリアルラックです。やったー、ありがとう。これでやっとボスに太刀打ちできるよ。私たちはメインストーリーをあまり進めていないけど、こういう形で攻略組の役に立てるっていうのはいいわね。私たちのお店でプレイヤーさんたちをしっかりサポートしていくです。浄化の矢を無事に入手できてよかったわ。これでボスへの対抗手段ができたということね。ログイン中の皆様にお知らせいたします。 ER 樹海にて行っておりました緊急メンテナンスですが、ただいま無事に終了いたしました。ご協力ありがとうございました。タイミングバッチリじゃん。ですわね。
では早速 ER 樹海へと、その前にブーケちゃんにお話ししてみましょう。うん、そうだね。それじゃあ大聖堂へレッツゴからアイテムや食料を備えているが、全く何も起こる気配がない。さすがの私も少々焦がれてきたぞ。ちょっと何するつもりっちゅか。決まっている。出てこないなら出てくる気になるよう促すだけのことだ。そらそらそら、ナスをどんどんイケポチャしてやる。さあ食うがよい精霊よ。なんかこっちの方から音がするって。あ、誰かと思えばマザコング。こら、誰がマザコングか。私の名はマジェコ。ん、その呼び方にその姿、名前、ゲームの中でまで貴様と会うとは。やげー、ナスがいっぱいある。あー、やだやだ、信じらんない。ここは逃げの一手だよ。精霊じゃなくてプラネチューヌの女神が出てきたっちゅ。おばはん、まさかあいつに会いたかったっちゅか。バカも休み休み言え。悩みを打ち明けさせてくれ。いや、打ち明けさせてください。最近彼女が冷たいんです。だから僕もう心が擦り切れそうで。彼女っていうか、付き合っていると思っているのは僕だけかもしれない。リアルでは会ったことないし。だけどかっこいい、大好きって昔はあんなに言ってくれたのに。あまり気に病まないことです。人は仲良くなるほどそういった言葉を口にしなくなると何かに書いてありましたです。彼女というのは仮の結婚のことですよね。関係を進展させ真剣にお嫁さんにしたいと考えているからそこまで悩むのでしょうね。結婚だなんて、僕なんかと姫が、そんな一足飛びなこと夢にも。今日のところはこの辺りで失礼させてもらう。違ったのでしょうか。そういえばアルスガルドでは同性婚をされる方が本当に多いですね。ロマンチックです。ああ女神様、どうか迷える子羊にお導きを。
釣り上げた 22.5 センチのヘラブナだ。おお、息がいいね。あ、そっか、娘は釣りスキル上げてるんだ。まあな、休憩中にただ座ってるってのも芸がないだろ。釣れるのはまだまだ小魚ばっかりだが、ようやく20センチを超えるようになってきたんだ。 22.5 センチか、私の靴のサイズと同じくらいだね。そう言われるとなんか小さく見えてきたぞ。この程度で満足してちゃダメってことだよな。今に見てろよ、そのうち川の主を釣ってみせるからな。すごいのが釣れたら教えてよね。みんな集めてパーッと解体ショーしよう。教えて、ベルベル。さあ、お茶の豆知識のお時間がやってまいりましたわ。本日のお茶は、ポピュラーな緑茶である煎茶。たまには紅茶以外もいいですわね。紅茶専門店では、緑茶やウーロン茶も取り扱われていることが多いのですけれど、これらのお茶、実はみんな全く同じ植物から作られていますよ。ご存知でした？素材は同じでも製造工程や発酵度合いの違いで様々な種類のお茶になりますの。緑茶は摘んだ後すぐに火を入れて発酵を止めてしまうので、名前の通り緑色を保ったお茶になるんですのね。以上、お茶の豆知識その4をベールがお届けいたしました。それでは良いティータイムを。ネプチューヌがいない？ボケを挟まれると説明がややこしくなりますので、抹茶プリンを与えておとなしくしていただいているだけですわ。気をつけてな。よく来た。また来ておくれ。